ぜ男女共学なのに女子はいないのか、そして女子の先輩たちはどこに消えてしまったのか、僕も知りたい。言っておくが、僕は女子なんかいてもいなくてもどっちでもいいんだ。僕だってそうさ。僕だって高校で女子に会うことと無事に卒業することは同じくらい価値のあることなんだと僕は思うよ。だって女子なんかいたら大変だよ。僕ら今こうやって廊下で話してるけど気が気じゃないからね。女子は足腰が弱いからいつ転ぶかもしれないって、うかうか話もしてられない。それは助けてあげるため。違うよ、使ってこられたら困るんだ。僕らは大学受験を控えている。変な動き方してごらんよ、鉛筆に切れないぜ。そうだよな、転ぶ勢いに抱きつかれてごらんよ。もう気持ち悪いよ、細くてさ、びっくりするほど遅いんだぜ女子ってやつは。変な匂いするんだきっと。あのデパートの1階みたいな匂いな。そうそう、あれグッデーんだ。あれはどうして1階に化粧品売り場があるか知ってる？え、知らない。なんで？地下に食品売り場があるだろ、その匂いを消すためさ。なるほどね。ねえ、その話どうでもよくない？そうだよ、どうでもいいよ。女子くらいどうでもいいよ。そうだよ、どれくらいどうでもいいかってことの例え話だったんだよ。いい例えだったよ。ありがとうね。どういたしまして。いいかい、僕らは決して女子のことが気になってるんじゃない。電源思い出せ。島田くんだってテレホン探してた時のキリよ。あの時の汗は本物だったろ。それはもう明らかに違いますよ。ケシャンコになって出てきますからすぐ分かると思います。ケシャンコに、はい。でもめったにないです。1週間に1個あるかないかです。下手すると1ヶ月ない時もあります。まあ機械にとったら全然下手してないんですけど、それは正常に動いているわけだから。でもそのたまに出てくる変な1個を見逃しちゃうと大変なことになるんで気抜けないです。大変なことというのは？始末書書かされたり、上の人はデトロイトまで行って謝りに行ったりしてます。デトロイト？アメリカの。すごい。すごいですよね。何のネジなんですか？知らないです。ずっと誰かに見られてる気がするんだよな。気のせいかな。あー、ムズムズする。気にしちゃうとダメだ。振り返って確認したいけど、ずっとネジ見てるから振り返れないし、誰かにお願いしようにもみんな同じくネジを見ているわけだから。僕は生まれてこの方釣りなんかしたことがない。おひょいは漁師じゃないの？うん、どういうことかさっぱりわからない。僕はネジを作ってるんだ。ネジを作っている漁師なんてこの世にはいない、と僕は思う。うん、だからおひょいはすごいんだって話になってんだけど、さっきから君たちの話を聞いてると僕の存在がとんだことになっている。みんな僕をどうするつもりなんだ。いや、どうするもこうするも僕たちもあまりのギャップに困惑しているんだね。はい。まったく噂ってやつはどこから湧き出てくるか分かったもんじゃないな。まるで温泉のようだ。また温泉だよ。まだ浮かばないの？そんなおひょいさんが僕らの工場で働くわけないじゃないですか。ここかい？うん。綺麗なマンションじゃないか。本当に狭いんだ。3畳の 1K だから。これで君の家賃は半分です。もちろん光熱費も半分さ。僕は朝7時頃、君が出かける頃に帰ってきて、君が帰ってくる頃に出かける。ベッドもあるからすぐに横になれる。そうだよ、2時間は君の部屋なんだから好きに使っていいんだ。連絡ノートを作った方がいいんじゃないかと思ってね、僕が提案したんだ。ここにお互いがいない間のこと、気づいたことなどを書いていく。彼女最初は壁から8分の1だけ体を出して片目でこちらを見ていたんだけど、次の日からだんだんと体が出てきているんだ。その次の日には半分出てて、今日なんか全部出て普通に立ってた。僕はもう何と言ったらいいのか分からなくなってしまって、それでも気づかないふりをして帰ってきたんだ。何ですかこれは、怖い話なんですか？7時9時、あんたいくら出せる？7時から9時は僕の時間じゃないか、あげないよ。2時間月々いくら出せるの？なんか私ここにいて大丈夫でしょうか？ちょっと皆さん、いい加減にしないとダメですよ。給料は手取りで10万くらいだと思うんだ。じゃあ1万ね。2時間で1万、それはちょっと。1時間1万だよ。1時間それは無理だ、ハムニだ。7時9時はゴールデンタイムなんだから、それくらい払わなきゃ。これはひどいよ。もうこんなこと書いてたらね、何が本当に何が嘘だか分からなくなるからね。このノートには本当にあったことしか書いちゃいけない。おい山本君、この彼女何とかしてくれないか。なんか時々知らない人が書いてるんですけど、他にも誰かいるんですか？しょうがないな、もう。あいちゃん、お兄ちゃんね、リレーの選手になったよ。カレー、リレー、リレー。
だってそうだろ。そしたらこうやって話してる僕も君の作ったゲームのキャラクターってことになっちまうじゃないか。それはごめんだよ。小学生時代最もスポットを浴びる瞬間を君に見てもらいたいんだ。よーい、僕はかっちょいい兄ちゃんになってるんだ。あいちゃん勉強もできて、運動もできて、やるぞ、頑張りましょう。顔も整っていて、手足もスポットしていて、おじさんみたいだな。僕は一体誰なんだ。伊藤、伊藤、僕の世界、伊藤、あいちゃんの世界でもあるのかもしれない。もしかしたら他の誰かの世界でもあるかもしれない。伊藤、伊藤、お前その手何持ってんの。伊藤なあ、松尾、おい、おい、松尾、おい、どこ行くんだよ。おい、おい、伊藤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 、